上海の封鎖管理が継続されていることで、市民だけでなく、各地から上海に集まっている地方出身者も、生きるか死ぬかの瀬戸際に立たされています。上海市が封鎖管理下に置かれたことで、多くの人が物資の不足によって苦しい状況に立たされています。上海市民であれば、居民委員会や居住区担当者に支援を求めることができますが、出稼ぎや進学のために上海で暮らしている者や、 賃貸マンションに住む上海に戸籍のない地方出身者などはさらにひどい状況に置かれています。地方出身者が住むマンションはその居住区の管轄外となり、彼らを支援してくれる公的機関が存在しないためです。不段の賃貸マンションに住む馬さんは封鎖管理が始まって20日が過ぎたが、付近の居住区には食べ物が届いたところがあると話しています。 政府は私たちには支援物資を送ってくれません私たちの住んでいるマンションでは食事も作れないし冷蔵庫もありません居民委員会にもこの地区の政府にも電話をかけましたが私たちのマンションの世帯は放置されています宝山区の賃貸マンションに住む林さんもフードデリバリー店と連絡が取れなくなったと訴えています しかし今ではもうどこも供給が断たれているか配送ができないかです私たちはもうどこで食べ物を手に入れればいいのか分かりません歩シンクのビジネス街に住む長さんは生活物資の支援から取り残されているだけでなく PCR 検査でも置き去りにされていると話しています PCR 検査の通知も来ません誰も何もしてくれません抗原検査も受けたことがありません 居住区にも居民委員会にも電話をかけましたが、そこは商業ビルだからうちの管轄ではないと言われます。NTD ジャパンがお伝えしました。